はい、どうも皆さんこんにちは、娯楽一家の青井です。それではキングダムハーツ3続きプレイしていきたいと思います。で、前回、結構いいところで終わってたんですけども、おそらくボス戦ですよねこんだけタイタン族が集まってるんで、じゃあやっていきます。よいしょ。ねえ、今日から俺がボスなんだよ。浮かれるのはまだ早いぞ、ハデス。はっ俺たちもいるぞ。最短3体同時。おおおおお、あら、大丈夫かな、全然食らってないけど倒したい。やべやべやべ、終わりだ。ありがとう。やっはっは、それ受けてみろ。はっはっは、やっは、これまでだ。やっはっは、やっは、メリーゴーランド中心から広がる光のリング、タイミングよくね。おー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 、すげーすげー。はい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 、あやべ、残るはこいつか。ラスト。
いけいけ。お、いいよいいよ。これがヒーローの力だ。あ、こういうあれだったのね。なるほど。おおおおお。あべべべ、めっちゃ飛んでくる。危ない危ない。お、受けてみろ。あ、今度は飛んでんのね。よし。シューティンググライド。あー、これかね。お、いいよいいよいいよ。めっちゃ減ってるめっちゃ減ってる。あ、やばいやばい、全然遠い。いいよ。復活してる。また4体揃っちゃった。大丈夫、今度はヘラクレスも一緒だし。もう一人頼もしい人がいるぞ。パパありがとう息子よ。やったさて、父の技をよく見てろ。それ。ビビった。様が18年も温め続けた計画なのに、僕も邪魔してくれたな。もう諦めろって。何度やったってヘラクレスにはかなわないよ。冥界でおとなしくしててね。ジモジモこらえたお湯はお似合い。こんなの黙って聞いてりゃ俺様をコケにしやがって。ムカつき親子にムカつき王様どもが。おなりゃ、お前だから始末してやる。アデス。お帰りはあちら。おっと、忘れ物だよ。テーベの町を壊したお返しだ。覚えてるよ。少なくとも俺は覚えとるぞ。また目柄を死の川に放り込んだ。な。
本当に戻ってきちゃってよかったのか。生まれ故郷なんでしょう。お父さんもいたのに。お父さんとはいつでも会えるから。それより大切な人と離れ離れになるのはきっと虚しいことだから。あそこが僕の居場所だ。ヘラクレス。そうだ、ソラが聞きたいことの答え、途中だったな。ううん、いいんだ。きっと誰かに教わるようなことじゃない。ヘラクレスたちのことを見てて分かったよ。助けたい一心、それだけで十分だ。うん、やっぱりここに来てよかった。ソラのその心があれば、失った以上の力を手に入れられるさ。その時はヘラクレスよりも強くなってるかもな。また調子に乗って。いやー、いいね。オリンポス編は完ですね、これで。ヒーローズオリジン。なるほど。キーブレードによってなんか専用のアビリティがあるのか。面白そう。はい。よいしょ。あ、自由に変えられることが可能なんで。よいしょ。本当に予知書が入ってる箱なんてあるのか。プロコートのやつに担がれたんじゃ。口を動かさず手を動かすんだよ。予知書は必ず手に入れなければならない。手がかりのない私たちはどんな情報だろうと確かめる必要があるのさ。そんな数打ち当たるみたいなやり方で。おお、なんだい、何かあったのかい。さあ見せてごらんよ。マレフィセント、これがハデスが言ってたパンドラの箱だろ。埋めておしまい。やっと見つけたのに。パンドラの箱と黒い箱は別物。もうこの世界に用はない。行くよ。オウム君、気になるな。何入ってたの。鍵。王様とリクだな。おお、かっけえ。ずいぶん歩いてきたし、少し休むかい。なぜかな。この世界に来たのはそんなに前じゃないのに、遠い昔のことのように感じる。リクはあれから多くの世界を回り、多くの感情に触れ合ったんだ。普通は何年もかかる経験をしてきたからね。最初にこの世界に来た時、不安で仕方なかった。でも今は不安も恐怖も感じない。むしろ気持ちが高ぶってるように感じるんだ。これはまだ俺の中に闇があってざわついているんじゃないかと思ったんだけど、それでもない気がする。ミッキーからアクアの話を聞いて気持ちがせいてしまったけど、それとも違うんだ。闇に負ける気がしない。
前と違ってミッキーと一緒だからかな。うん、それはきっとリクが大切な人を守る強さを手に入れたってことじゃないかな。え？自分の感情より誰かを助けたい気持ちの方が前に来てる。不安や孤独を感じる隙がないほどにね。そうなんだ。あの日の約束、大切な人を守る強さか。まだ小さかった頃の約束を思い出すよ。約束？ある人と交わした約束。秘密なんだ。大切な思い出なんだね。ああ、ミッキーもアクアとの思い出、この世界で何か手がかりは覚えてない？それが前に来た時とは様子が変わってるみたいなんだ。確かに俺が知ってる景色とも違うみたいだ。アクアとのつながりをたどれば再会できると思ってたんだけど、たどればたどるほどどんどん薄れていくんだ。つながり、ともかく行けるところまで行ってみよう。ああ、確かにここにいたはず。でもここでつながりが消えている。ここには来たことがあるんだ、俺と空で。そうなの？俺と空はここから光の世界に戻った。もしかしたらアクアも戻ったんじゃないか。逆にここからさらに闇の深淵に向かってアクアのつながりが消えている。僕たちにはこれ以上の闇に潜る術がない。そんな、しまった。何？リク、油断しないで。闇の世界のハートレスはたとえシャドウでも強敵だ。わかった。ウォー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 、ハートレスの塊。あ、戦いそう。あ、戦うの。おい、おい、リック使える。終わりだ。ダブルデュアル。お、いいね、いいね。あともう一回。まぜ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 。いやしよ。よし。終わりだ。よし。いや、強いな。飲み込まれた。
誰だ。助けないといけない人がいる。誰なんだ。テラかな。違うかな。リク、リク、リク、大丈夫かい。ハートレスの群れは半分くらいは倒したけど、リクを吐き出した後またどこかに消えてしまったよ。そうか、ありがとう。不意をつかれたとはいえ油断しすぎた。ミッキーは大丈夫だった。うん、新たな衣のおかげでね。でもリクの方こそ。あ、あったー、折れちゃったか。うん、闇の世界に来てから強敵ばかりだったし、僕たちは今までキーブレードの強化を全くしてこなかった。一旦イエンシット様のところに戻って立て直してこよう。アクアはさっきのような敵と一人で戦っているのかもしれない。リク、俺が最初にこの世界に来た時のように不安や孤独と戦い続けてると思うんだ。アクア、もう少しだけ待ってくれるかな。アクアは空に似てるよ。えぇ、ー、いやいや、心の強さがね。そうか、そんな驚く。ま、空に似てるなら少しは安心かな。あいつならどんな深い闇に飲まれても負けない。またすぐに戻ってこよう。ああ、ん、このキーブレードはもう使えない。だからここに残していくよ、もう一人の俺のために。え、かっこいいなリク。そうか、力は取り戻せなかったか。でもいいんです、大事なことが分かったので。しかし目覚めの力は必要になる。一度身につけた力なら何かの拍子に思い出すかも。何かの拍子って。そうそう、空は単純だからね。はあ、確かに難しく考えすぎていたのかもしれんな。イエンシット様まで必要に迫られれば活路を見出す、それが空の強さ。褒められてるのか何なのか。お、ただいま戻りました。はあ、なん、みんなもいたんだね。いたんだねって先に行っちゃうから。あっ、あっ、あ、ただいま。3人はどこかに行ってたの。ヘラクレスの世界。うわっ、ヘラクレスの世界に行きました。空の失われた力を取り戻すために。でも取り戻せなかったんですけどね。そう、そうなんだね。そう。でも僕たちも良い報告はできないんだ。
二人はアクアを探しに行ったんですよね。イエンシッド様から聞きました。見つからなかった。ちょっと俺にも話させてよ。マスターアクアは前に俺と空でたどり着いた闇の海岸でつながりが途絶えてたんだ。つながりが闇の世界よりもはるか闇の底、闇の深淵に向かって。助けられない。いや、前に空が闇の深淵に飲み込まれた時、俺が空を迎えに行った。だから同じようにマスターアクアに近い強いつながりを持つ者が闇の深淵に潜りさえすれば。アクアと強いつながりを持つ二人、一緒に修行していたベンはアクアにしか見つけられない場所にいる。テラもアクアが最後に見て以来姿を見せていない。アクアが消えたキーブレード使いを見つける鍵、そしてアクアたち3人のキーブレード使いを育てたマスターエラクスもゼアノートに撃たれた。俺が助けるよ。ええ？ちょっとちょっと、空はまだ目覚めの力を取り戻してないんだから。ごめん、なんか突然そういう感情が湧いて。でもなんだか説得力があったよ。ああ、頼りにしてるからな。うん。空は目覚めの力を取り戻すことを優先するとして、王と陸はかつてアクアが訪れた世界をたどればアクアとのつながりの手がかりが得られるかもしれん。わかりました。僕たちはアクアの足跡をたどって手がかりを探してみますが、その前に。ん？実は闇の世界の敵は強力で、僕のキーブレードは痛み、陸のキーブレードは折れてしまいました。新たなキーブレードを手に入れなければなりません。なるほど。ではカイリたちが修行中の魔法使いマーリンの元に寄ってみなさい。はい。ついでにこれを渡してきてくれるかな。これは、そう、二人に渡したのと同じくカイリとリアの分の闇を払う新たな衣だ。わかりました。ずるい。イエンシッド様、俺の分は。そら、イエンシッド様に俺がいらず必要だぞ。よいよい、もちろん空の分も用意してあるぞ。え、妖精たちからの贈り物だ。さすがイエンシッド様、ありがとう。空の子は前回と同じく特殊な能力が秘められているらしく、用意するのに時間がかかったようだ。あとチップとデールからの贈り物も入れてある。へえ、わかりました。これでコスチューム変わるかな。みんなこれで準備は整ったかな。まったまった、私をお忘れなく。ジェミー、また空たちに私がお供させていただきますよ。旅の記録はこのジミニークリケットにお任せあれ。これで勢ぞろいだね。あ、あん。さて、新たな旅立ちに際して空にはこれも渡しておこう。あ、これは絆のお守りだ。多くの心とつながることができる空ならば、その絆が大いなる力となって助けとなるであろう。では行ってきます。鍵が導く心のままに。
おお、あ、今作も一応ドリームイーター使えるみたいですね。お、いいね、かっこいい。ガッサリも合うよ。それ、合ってないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。デジャブなんだけど。このパターン、前にもあったよね。なぜ？空から音がしてますよ。え？これは？音、止まらせないぞ。そう言われてもな。これかな。あー、つながった。え、出る？チップ、つながったよ。ほんといい声してるよな。もう、早く出てよ。チップ、空に大事なことを伝えようと思って、これからも大事なことを伝えることになると思って、このモバイルポータルをとりあえず空に渡してほしいってイエンジント様のところに送っておいたんだ。写真も撮れるよ。おお、やっと完成したんですね。これを持っていれば遠くにいても会話ができるし、我がジミニーメモもパワーアップしますよ。へえ、そんなに便利なものなんだ。それで大事なことって？前の眠りの世界の旅でリクが賢者アンセムから託された空の心と記憶に関するデータがあったんだけど。アンセムカード。うん、僕たちがアンセムコードと呼んでるデータの解析を進めていたんだ。データは暗号化されていて、まだ一部しか解析されていない。誰？あと13機関の。ああ、本体の方とは初めましてだったかな。僕はイエンツォ、エレウスも一緒だよ。エレウス、ロクサスの本体だからって気にすることないだろう。ともかく、君たちが僕たちのノーバディを倒したおかげで人間として復活したんだ。最初はノーバディになることを望んだんだけど、僕たちも結局ゼムナス、いや、ゼアノートに騙されていたのさ。え？ってことは13機関だ。違うよ、僕たちはもうゼムナスやゼアノートの支配下にない。人間だった頃と同じ、純粋に心を解明しようとするガクトに過ぎないよ。信じられない。でもアクセルは僕たちを助けてくれたよ。僕たちも君たちのようにこの世界に連れ戻したい人がいるんだ。それにはお互い協力した方がいい。早速だけど、ソラ君、君に関する興味深いデータがアンセムコードから解析されたんだ。俺に関すること？うん、我が師賢者アンセムは君の記憶を復元する過程で君の心を調べていたらしい。そして発見した。どうやら君の心には君とは別の心があるらしい。別の心？あれ？空を驚かないんだね。うん、俺なんとなく感じてたんだ。俺の心に眠る心、それは多分ロクサスの心だ。そして帰りの中にはナミネがいるはず。なるほど、自分の心は自分が一番理解しているか。実を言うと、僕たちにはまだそこまで結論を出せていなかったんだけど、しかし興味深いね。本体とノーバディが同時に存在しているばかりか、心が同居しているなんて。賢者アンセムもソラ君のその特異性に目をつけたのかもしれないね。僕たちはその仮説に基づいて検証を進めてみるよ。それじゃあまた。
お任せあれ。俺はロクサスを助けたい。だから王様やリクのようにまずはロクサスの心をたどるよ。空の心のままに進むのがいいってイエシッド様も言ってたしね。決まってるだろ。ああ、ロクサスと言ったらね。次はトワイライトタウンかな。お、いいね、いい終わり方始まり方はい、今作も、まあ、グミシップで移動する形になるのか。はい、では今回はここで終了したいと思います。また次回続きプレイしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではご楽一家の青ゲスト、またね